私は元 NHK 職員で NHK から国民を守る党代表の政治家 YouTuber 橘隆史でございます今からまあまあ面白い政権放送しますので皆さん録画をして YouTube にアップロードしてくださいこの放送に著作権はないのでどんどん YouTube にアップロードして拡散してください NHK から国民,の、ま、国民を守る党の公約はただ一つそれはもちろん NHK をぶっ壊すでございますさあテレビの前もから前のあなたもご一緒に NHK をぶっ壊すスタジオにいる NHK の職員も皆さんもご一緒に NHK をぶっ壊す やるないですね。NHK をぶっ壊すとは NHK に受信料を支払わない方には NHK の電波をストップするということです専門的な言葉を使うと NHK スクランブル放送の実施です。NHK をぶっ壊す。なぜ NHK をぶっ壊さないといけないのか。それは NHK の男女のアナウンサーが不倫路上カーセックスをしたのに NHK はその事実を隠蔽しているからです。皆さん、不倫路上カーセックスですよ。夕方のまねこと山梨というニュース番組のキャスターをしていた男性アナウンサーと女性アナが放送終了後、不倫路上カーセックスをしていた事実を写真集監視が報道しました。しかし NHK はいまだにこの事件を隠蔽しているのです。3年前の出来事です。男性アナウンンササーーははそのののままま今も N H K の職員してておりますす。が、女性アナウンサーの方クビになっているようですこれ 明らかにセクハラでもありますしパワハラですよねこんな不祥事を NHK はいまだに視聴者に説明をせず事件発覚の翌日に不倫路上カーセックスをしたキャスター2人を降板させ不倫路上カーセックスをしていないと思われるキャスターに差し替えましたキャスターを差し替えた理由を視聴者に説明せずですまあよくもこんな重大な事件を視聴者に説明もせずしれーっといてられるなと思います不倫ですよ路上ですよカーセックスですよ皆さん許せますかもう一回言いますよ不倫ですよ,路上ですよカーセックスですよまだ言いますよ不倫路上カーセックスですよとにかく不倫路上カーセックスを隠蔽している NHK をぶっ壊す 私は2005年に NHK を退職して以来14年間 NHK に受信料を支払っていません NHK から20万円ぐらいの請求書が届いていますが全て踏み倒していますもちろん NHK から国民を守る党を所属の27名の現職政治家も全員 NHK 受信料を支払っていません NHK の受信料を不払いしていても政治家ができるのですさああなたも一緒に NHK 受信料を踏み倒しましょう NHK を出っかわす もうすでに NHK の受信料を支払っているというあなたも遅くありません銀行などの自動票としてお支払いのあなたも大丈夫です NHK 受信料を払いする方法をご紹介させていただきますねまず NHK フリーダイヤル0120151515に電話してあなたの住所とお名前電話番号を伝えてくださいそして自動票としてら継続振り込みに変更してくださいこれ,これだけが OK ですそうすると自動票としては止まり NHK から納付書が送られてきますがそのまま無視してくださいえ NHK の受信料を支払わなかったら集金がやってきて怖いとお考えの方たくさんいらっしゃると思いますでも大丈夫です NHK 撃退シールというのがあります NHK 集金の訪問が来たりと止まる NHK 撤退し、全国の皆様に無料でお配りをさせていただいております。また、私、立花隆の名前を使ってください。NHK 集金人は私の名前を言うだけで、立花さんに電話しますよというだけで逃げていきます。まあ、詳しくはその理由について YouTube をご覧いただきたいと思いますが、NHK 受信料不払い専用コールセンターというのも、私とも NHK から国民を守る動には準備がございます。東京033696-0750、こちらの方にお電話いただければ、朝の10時から夜中の11時まで5人のオペレーターが受信料不払いをサポートさせていただきます。NHK をす、いやこの、ね、NHK のスタジオで、この NHK の受信料の不払い、 受信料を踏み倒す方法をね、このスタジオで大きな声で言える。そしてこれが全国の NHK、全国のテレビで流れて、さらにそれが YouTube で何度も何度も再生される。楽しいな。も NHK、それあるでしょ、ね。ぜひ一緒に NHK をぶっ壊していきましょう。NHK をぶっ壊す。皆さんはスマートフォンをお持ちですか私は現在50歳です。2年ほど前からスマホを利用していますが、便利ですよね。でも、なんと NHK はこのスマートフォン、i p h o n e もそうですよ。ワンセルだけじゃないんです。スマホ、i p h o n e も含めてパソコン、インターネットから受信料を取ろうとしています。今年 NHK のこのインターネットで NHK の放送を流すという法律が国会通過しました、来年からは NHK の放送が皆さんのスマホやパソコンでも流れるようになります、もうね、無茶苦茶なんですよ、これね、悪いのは国会議員です、いわゆる規制政党に所属している国会議員が、NHK のこのような無茶苦茶な要求をそのままのみ、うのみにしているというか、それをそのまま受けて、国会で NHK の言うことをそのまま承認しているという状態です。だから皆さん、選挙に行ってもらわなきゃいけないんです。ぜひ、スマホやパソコンから受信料を取ろうとしている NHK を皆さんと一緒に潰していきたいと思います。 さて今回、NHK から国民を守る党から離行している約40名の候補者や NHK から国民を守る党に所属している27名の現職政治家は、そのほとんどがエリートではありません。代表の私を筆頭に大学を卒業していない者が大半で、中には全家者もおります。いわゆる庶民の集まりです。一方で、今の日本の政治家は、一流大学を卒業したエリートと呼ばれる人たちがほとんどです。頭のいいエリートが国会に集まってやっていることといえば、消費税の増税とか、NHK の受信料を無理やり離せる法律を作ったりとか、先ほど申し上げたと誰がスマートフォンで NHK の番組を見かっているんですかスマ NHK の受信料制度こそ国民投票して決めるべきだと思います。NHK をぶっ壊す。スクランブル放送とは NHK に受信料を支払わない人に NHK の番組をストップすることです。つまり水道や電気、携帯電話と同じように料金を支払わなければその人にはそのサービスを止める、ストップする。NHK もそうすればいいのです。水が止まれば命が止まる、電気が止まる、熱中症になって倒れる人が出ます。携帯電話が止まれば仕事や日常生活、災害時にも影響が出ます。NHK の放送がな,んてなんて見れなくても誰も困りません。だから国会議員は NHK を見たくない人の権利を保障するために直ちにスクランブル放送の実現に取り組むべきだと考えます。NHK をぶっ このインターネット時代に全ての国民から受信料を払わせようとしている国会議員あまりにも時代遅れですというよりも庶民の気持ちをあまりに理解できていません NHK から国民を守るとは今回の参議院選挙令和の百姓行き止って選挙戦を戦ってまいりますエリート国会議員がお大官様で我々庶民が百姓ですデフレで景気が悪いのに消費税を増税するワンセグ機能付きの携帯電話と普通のテレビで同じ同額の受信料だインターネットからも受信料を買い取るホテルの客室は全室受信料払えもういい加減にしてくださいませお大官様そんな理不尽なお金我々庶民は払いたくないし払えないんですさあ令和の時代に来ている庶民の皆さん加えかも スマートフォンに持ち帰って投票という百姓一揆を起こしましょう私が令和の大を平八郎となって皆さんの先頭に立たせていただきます NHK をぶっかます 国会では官僚や政治家が嘘ばかりついています。私は政治家ユーチューバーとして森友事件の取材をしています。事,前事件発覚3か月後に森友学園元理事長の籠池さんと面会し、昨年3月には安倍昭恵総理夫人から直接ご連絡をいただき、森友事件について意見交換をさせていただいております。事件の当事者と思われているお二人から直接お話をお伺いしても、全く事件の真相に迫ることができません。おそらく森友学園の顧問弁護士だった SY 弁護士が事件の真相を知っているはずなのに、国会も大阪府議会も森友学園の顧問弁護士だった SY 弁護士を参考人としていまだに呼び出しません。政治家が真相の究明をしないから、ノンキャリア 昭恵夫人も悲しんでおられました。心の病を経験した私から一言、しんどい時は休んだらいいんです。必ず元気になって、世の中のお役に立てる日がやってきます。ゆっくり休んでください。私は14年前までこの nhk 渋谷放送センターその辺で働いてました。私が正義感に駆られ、nhk の数々の性経形について、週刊文春で内部告発したら上司や同僚などに、この nhk 局内でいじめられました。私は子供の時に親や学校の先生に悪いことを見つけたら注意しないといけないとか、悪いことをしたら謝らないといけないと教わりました。なぜ大人は悪いことをしても隠すのですか？正直に謝らないんですか？どうして正直に謝ろうとしている人が心の病になって自殺しなければいけないんですか？ 大人になれよ、ね、上司や先輩から悪魔のささやきによって正直に言っていた子供が嘘をつく大人に変わってしまうのだと思いますそして嘘をつく人間が出世し正直者が心の病になって自殺せるおかしいじゃないですか私は他人からありがとうと言われると幸せな気分になりますありがとうと言われるのが嬉しいと感じる人が政治家をすれば良いと思います私は大学を卒業しないバカな庶民ですがエリートと言われる政治家や官僚よりも優れている部分がありますそれは弱い者のいじめをしないという正義感であり失敗を他人のせいにしない責任感であり公のために尽くしたいという使命感です 私をはじめ NHK から国民を守る党の人間は NHK から被害を受けておられる国民を全力で命懸けでお守りさせていただきます他人からありがとうと言われると涙があふれてくる人間の集まりそれが NHK から国民を守る党ですまた NHK から国民を守る党はごめんなさいと言える人間の集まりです政治家は失敗や悪いことをしてもごめんなさいと言わずいかんですとか申し訳ございませんとしか言いません間違ったときに素直にごめんなさいという人が政治家をすればいいと思います NHK をぶっ壊す私は NHK が大好きです私が NHK が大好きだからこそ NHK を叱っているのです今の NHK は公共放送の役割や使命を果たしていません NHK 職員は公共放送の役割や使命を理解をして仕事をしてください。NHK をぶっ壊す。今回の参議院選挙ではまだ選挙権がないお子様やお孫さんの意見も参考にしながら、ぜひ NHK から国民を守る党のの補者に投票していただくようお願い申し上げて、私の挨拶とさせていただきます。それでは皆さん、ご一緒に NHK をぶっ壊す。テレビの前の子どもたち、一緒におじさんと一緒に NHK を、お茶様の皆さん、ぜひこの NHK をぶっ壊す。決して危険な言葉ではありません。NHK に対して国民の思い、い、り愛情を込めて、ぜひこの NHK をぶっ壊すというワードを全国に広めていただきたいと思います。最後にもう一度 名簿搭載者の方々のお話です。司会は NHK から国民を守る党代表、立橘隆さんです。NHK から国民を守る党の立候補者を紹介いたします。まず